キンプリキシーユータ9月30日退場で28歳誕生日は政府も残る3つの重要任務鉄腕ダッシュ VS 魂に愛された男の最後の仕事ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます5月22日で k n g o p スから平野市要26、岸裕太27、神宮寺裕太26の3人が脱退。金プリは長瀬連24と高橋海斗24の2人組のユニットになる。そして平野と神宮寺は同日に事務所からも退場。岸は主演映画 G メンのプロモーション活動の都合で、 今週の退場になると以前から告知されていたが5月22日に岸は公式ブログを更新。退場日が確定した。9月30日が退場日だとブログで明言しました。それを受けてファンの間では退場の前日である9月29日に改めて注目が集まっています。というのも岸さんは9月29日が誕生日なんです。 28歳の誕生日をお祝いできるという声、そしてギリギリですが、レギュラー番組でもバースデーのお祝いしてくれるのでは、と期待するファンも多いですね。女性誌ライター。騎士が単独出演しているバラエティ番組は、嵐の相葉雅紀40による VS 魂グラデーション、富士テレビ系、と、時代のザ、鉄腕、ダッシュ、簡単、 日本テレビ系の2本。前者はフジテレビの公式コメントから、後者は企画内容から、金プリ脱退後も番組出演はしばらく継続すると言われている。そして、これまで VS 魂もダッシュも、騎士の誕生日は特製ケーキやプレゼントなどで祝福してきた歴史もあるのだ。そのため、騎士君930までなんだ、ラッボンだ。 秋って10月末だと思ってたよ。番組の改編期もあるのかな ?VS 魂とかそのくらいかな。誕生日は祝えるね。岸く君の誕生日はきっとダストップ子 VS 魂のメンバーがお祝いしてくれるよね。本当は5人みんなでやってほしいけど、あそこの雰囲気だと切り離されそう。岸く君の退場日は9月30日か。誕生日の次の9月いっぱい。 ダッシュへのお米の収穫。お願いだから、騎士んに米を食わせてやってくれ。といった声が SN、SNS に多く寄せられている。近く VS 魂、ロケで台湾か韓国に飛ぶそして、誕生日以外でファンが、VS 魂と、ダッシュに期待していること。それは、VS 魂では一つ、ダッシュでは二つ。 騎さんがメインで活躍するコーナーがあるため、ファンの間でそれを退場までにやれるのかなと思いを馳せる人も多いですね。退場の時期を考えると、VS 魂は余裕がありそうですが、前での女性史ライター、VS 魂歴史はハイカロリーな料理を出す店を訪れ、 その後スタジオでカロリー順に並べ直す背徳グルメカロリーグラデーションというコーナーを担当している。5月11日放送会で騎士はアルゴアンピースの平子勇気44と5つの店を巡ったのだが、そこで今後の海外ロケの展開が示唆されたのだ。 ランキングで2位のチーズトンカツが2852キロカロリーだったのに対して1位の超巨大かき揚げ丼は13873キロカロリー。文字通り、桁違いの数字を叩き出したんです。この結果に国内でもうネタがないというニュアンスのトークをした際に、イメージ映像好きで平子さんが意味深なことを言ったんですよ。全能。 かき揚げ丼のハイカロリーぶりにネタ切れを気にする騎士に対して、平子はもう国内はないんじゃないいよいよ海外に飛ばないと、台湾とか韓国とか、大陸横断しないともうないですよ、とコメント。世の中に背徳ぐる目がある、限り、二人の仲良し旅は終わらない、というナレーションが流れ、ロケ VTR は終了した。 この発言から本当に台湾や韓国ロケをやってくれるのではないかと期待する声が多いんです。平子さんが具体的に国名を出していたので、もしかしたらもう企画が動いているのかもしれません。発言は台本にあったものかもですね。一方のダッシュは、 ちょっとギリギリになりそうな企画もありますが、どうにか岸さんの退場日である9月末までに間に合わせることができるかもしれません。全農、四角米の収穫と誕生日を同時にお祝いダッシュ、歴史は番組伝統の米作り企画に加え、岸士がリーダーとして動いているマンゴー栽培の企画が残っている。 マンゴー栽培については4月16日放送のダッシュで4ケラ5月に花が咲き7月に実がなるという解説画像を添えてこのまま無事に育てば春には花が咲き夏には実ができるのだがとナレーターが解説しているため退場の9月までに余裕で間に合うだろう 一方でお米の収穫については例年通りのスケジュールだと9月から10月に収穫が行われます。2022年の収穫は岸さんがドラマ撮影の都合で不在でしたが、9月中に行われていて、オンエアは10月2日だった。非常にギリギリな部分はありますが、間に合いそうですよね。加えて収穫期と覆っていますから、 今年の米作りラストは、岸さんのバースデーを祝いと番組卒業も兼ねた特別企画になるかもしれません。日付もちょうどいいと言えそうなんです。前での女性誌ライター。岸の誕生日の直近の日曜日は、2023年10月1日。退場の翌日ではあるが、ダッシュの放送日である。 時代の国分大地さん48やダッシュのスタッフは岸さんを非常に可愛がってくれているし、時代はジャニーズ事務所社長の藤島ジュリー恵子氏が育ての親ですから、事務所中数とも関係が良好なグループです。事前に話し合いがついていれば、オンエアが岸さんの退場後になってしまっても全く問題はないでしょう全道。 長瀬智也46が2021年3月末に時を脱退する際は3月28日放送会を卒業 SP にしていたダッシュ。騎士はすべてのミッションを終え、誕生日もお祝いされて晴れやかに送り出してもらえるのだろうか。四角、素敵なケーキですね。騎士ユータ、ダッシュで繋いだ縁でもらえたケーキにニッコニコ。 5月21日放送会のダッシュは、岸が2021年に24時間テレビでお世話になったパティシエの鈴木さんのつてで素材集めをしていた。その縁で鈴木さんは岸にケーキをプレゼントしてくれたのだ。岸にケーキを。